ヨークタウンはアメリカ合衆国バージニア州ヨーク郡にある国勢調査指定地域の地名である2010年国勢調査の人口は195人だったヨークタウンは1634年にバージニア植民地に作られた8つの郡の一つであるヨーク郡の郡庁所在地であるヨークタウンはアメリカ独立戦争中の1781年イギリス軍のコーンウォリス将軍が 大陸軍のワシントン将軍に降伏した場所として最も有名である。独立戦争はその後も続いたが、ヨークタウンでのイギリス軍の敗北が事実上の終戦となった。ヨークタウンは南北戦争でも重要な役割を果たした。北軍及び南軍のどちらがヨークタウンを占領しているかに応じて、それぞれの支配地への補給物資を陸上げする主要な港となった。今日のヨークタウンは、 ジェームズタウンとウィリアムズバーグとで作る歴史三角形として知られる重要な国家資産の一部であり植民地道路の東集団でもある。ヨークタウンはまたアドベンチャーサイクリングアソシエーションが創設した自転車ツーリングのコースであるトランスアメリカトレールの東集団でもある。ヨークタウンにおけるコーンウォリス橋の幸福ヨークタウンのある場所はバージニアの川を支配し、 チェサピーク湾に出ていくための戦略的に重要なポイントとなっている。ヨークタウンは1691年にヨーロッパへタバコを積み出す港として作られ、北部イングランドの都市オークにちなんで名付けられた。ヨークタウンはアメリカ独立戦争の最後の戦闘となった1781年のヨークタウンの包囲戦でコーンウォリス将軍の基地であった。この頃の建物9棟が残っており、 好意側の大陸軍やフランス軍が掘った残酷の後も残されている。戦死したフランス軍兵士のための記念碑もある。ヨークタウンは1862年の半島方面作戦で、ジョージ・マクレラン将軍式の北軍ポトマック部隊の基地でもあった。アメリカ独立戦争の戦勝記念碑、1884年、混流ヨークタウンは、 北緯37度14分04秒成形76度30分35秒に位置する。ヨークタウンはバージニア州南東部ヨーク川沿いにあって、いくつかの特徴がある。ヨークタウンの村すなわち歴史的ヨークタウンは、ヨーク川に架か,かるジョージ・ピー・コールマン記念橋が近く、これを通ってグロスタポイントに至る。歴史的ヨークタウンは、ヨーク川の岸に沿った細長い土地であり、今は数軒の 小さなレストラン、公園、ホテル、桟橋があり、2005年5月時点で小さな店やレストランが入る建物の計画がある。さらに崖の上にメインストリートがあり、歴史的な建物が残っている。元の軍役場、数軒の小さな店、ネルソンハウス、及び戦勝記念碑がある。街の中心を囲むように住居が並ぶ。建築的に注目されるのは、 元の軍役場近く教会通りに立つ、グレースエピスコパル教会である。2005年5月に開店した店や飲食店が、川沿いの遊歩道に並ぶ、町の外側の植民地国立歴史公園には、古戦場とヨークタウン国立墓地がある、週刊高速道路17号線すなわち、ジョージ・ワシントン記念高速道路がヨークタウンに至る、主要道路であり、コールマン協への道と交差する。 ヨーク軍は急速な発展を遂げている。15年前は小さな道が林の間を抜けていたものが多くの郊外型商店が並ぶ交通量の多い地域となった。ヨーク軍の住宅の多くは17号線の支線に沿って立っている。ヨーク軍の最近の発展はヨークタウン近辺ではなく17号線近辺で起こった。この点でヨークタウンは国立公園局の指導で ウィリアムズバーグに似て、さらに歴史的な開拓村らしくなっている。現在のヨーク郡には、二つの軍関連施設がある。ヨークタウンは、ノーホークの海軍基地にも近い。また、ニューポートニューズの造船所もある。2000年の統計によると、ヨークタウンの人口は2032人、117世帯、45家族が住んでいる。人口密度は122.5人、平方キロメートルである。 家屋数は129件であり、家屋密度は77.8件、平方キロメートルである。人種構成は白人99.995%、2種以上の根結0.004%となっている。117世帯があり、そのうち8.5%は18歳未満の子供と同居している。セントは同居している既婚者。ントは、 夫のいない女性の世帯、60.7%は非家族である。一人住まいは53.8%、16.2%は65歳以上の独居高齢者である。一世帯あたり1.74人、一家族あたり2.63人となっている。年代別構成を見ると、18歳未満9.4%、18歳から24歳まで6.4%、 25歳から44歳まで28.6%、45歳から64歳まで32.5%、65歳以上23.2%となっている。年齢中央値は48歳である。女性100人に対し男性は93.3人、18歳以上の女性100人に対し男性85.9人である。 一世帯あたりの収入中央値は3804ドルであり、一家族あたりでは74000ドルとなる。男性は26,964ドル、女性は16,923ドルである。一人あたりの収入は24,748ドルである。緊急戦より、下の家族や人はいない。ありがとうございます。